ショーツそういや拓造これおすすめって言ってたな。なんでかっていうと、ジャージのショーツってどうなるかっていうと、この感じで水陸揚々といえば、はい、本日ですね、ワークマンの買ってはいけないショーツと超絶おすすめショーツをご紹介してきたなと思います。それがですねこちらなんですけども、これね2つ買った理由というのがあって、これ両方とも新作なんですよ。この2024年の春夏の新作で出たんですけど、もともとねこっちの780円の方を僕の分析してくれてる担当の人から、これ買ってレビューしてください、あ僕言ったら操り人形なんですよ、言われた通りしか動いてないから僕の意思そこにないんですけど、これ買ってレビューしてくださいって言われたから、はーいって言ってこれ買いに行ったら、バーって周り見てたらこっちの方が良かったんですよ。だから両方ともレビューしていくことによって、あこの夏ワークマンで何か買おうと思ったけども、ショーツそういや拓造これおすすめって言ってたな、なんでかっていうとっていうのが分かりますので見ていただきたいなと思います。まずこっち側っていうのがですね、さっき分析官におすすめって言われたのがシャリとナシジハーフパンツっていうパンツで、これが780円なんですね。で僕が勝手に買ってきたっていうのが耐水撥水水陸両用ショートパンツ、いかにも僕好きそうじゃないですか。そのショーツを買ってきましたので見ていただきたいなと思います。まずはですね、遠くから見てあんま分からんと思うんですけど、近くで見てみるとこのシャリテックっていうのが今回僕聞いたことないなと思ってね、またなんていうの、涼しげな肌触りというか肌離れのいいような生地感っていうのがこのシャリテックっていうね、おすすめされてた780円のショーツです。水陸両用は多分皆さんこうイメージ湧くと思うんですけど、いかにもっていう感じですね。アウトドアブランドがにも出てきそうじゃ出てきそうなんですけども、そういったショーツっていうことになってます。でまずはね、最初にシャリテックの方から入っていきたいなと思います。こんな感じなんですね。パッと見た感じなんか悪くはない、しかも780円でこの感じってまあ悪くはないじゃないですか。僕も実は履いてみて、ああこんな感じなんやみたいな、まあ確かに780円にしては安いよねみたいな、まあ、どれぐらいって、まあ、2、3000円かなと思ってたけど、あ780円なんやっていう感じだから、点数的に言ったら60点ぐらいなのかな、あんまり分からへんけども、まあ、僕個人的にはそそられなかったんですよ。でこれ単品でレビューするのちょっときついなと、気持ち乗らんなと思って、なんで気持ち乗らんのかなと思ったら、まずサイズ言いません、ね、サイズこれ M サイズで着用します。で元々ちょっとゆったりしてるというか、この丈が長めなんですよ。40代とか声張ったりしたら丈長い方がお好きっていう方も結構多いんですね。でそういう方とかにはこれ結構安心して履けるような感じだと思いますし、僕ワークマン基本上はトップスは LL が多いんですよ。 L じゃなくて LL が多いんですけど、パンツに関しては L か M かっていう感じなんで、ちょっと参考になるかわからないんですけども、そんな感じです。で素材的に言うと確かこれポリなんですよね。ポリエステルで、吸収性もあるし速乾性とかその冷却性みたいなのもあるっていう風には一応記事には書いてるんですけど、近くで見てもらったらわかるかな。ちょっとライト上げましょうか。これね、なんていうの、シャリテックって、まあ、初めて触る方も多いと思いますし、この透け感があるっていうか、すごいこう涼しげは涼しげなんですけど、僕らの世代から言うと一番何に近いかっていうとジャージに近いんですよね。触った感じジャージやなっていう感じで、まあ、シャリテックって言われたらシャリテックなんやろうけども、もうわしからしたらジャージにしか思わんわっていう感じでね。これジャージのショーツってどうなるかっていうと部屋着にしか見えないんですよ。どう見ても部屋着なんですよね。このワークマンの公式サイトどういう風に書いてるのかなと思ったら、街中からルームウェアまで着れるって書いてて、うまいように書くやんと思ったんですけど、まあ、どっちかって言ったらこれ部屋着なんかなと思うし、780円で安いから買うっていうところはこれ正直どうなんかなと思って、これ買った方はもうルームウェアとして着るのは全然いいと思うんですけど、まあ、これから買おうとしてる方でわざわざルームウェアって買わんでも今まで履いてたバギーズショーツをルームウェアにしたりとかもできるわけやから、これどうなんかなっていうところは正直あったんですね。とは言いながらも購入された方もいらっしゃると思うので、まあ、購入された方とかやったらこの速乾性もあるのでね、例えば旅とか行った時とかにホテルで部屋にない時とかあるじゃないですか、とか部屋着が合わない時、なんかパリパリしてて合わへんわっていう時なんかは多分これ一本持っていっといたら寝巻きの時なんかねめちゃくちゃ使い勝手いいやろうし、ポリエステルって基本ね汗吸わないんですけど、これは一応ね汗吸うように、まあ多分おそらく編み地のジャージ素材っぽくは作ってると思うんですけど、そういうところがあるので、もう買ったら割り切ってルームウェアとして使うっていうのはねいいんじゃないかなと思います。でこれから買おうとしてる方やったら、まあ、わざわざルームウェア買う必要ないよね、だから何かのお風呂をルームウェアにしたらいいよねっていう感じなんですよ。じゃあワークマンの中でおすすめ、お前そのディスってね、お前ボロクソ言ってワークマンの担当の候補の人も知ってますわ、偉いさんの顔も知ってるし、いつも拓造さんって言って声かけてくれるのに、その人にこう顔に泥塗るんかって言われて、そんなこと言ったら困りますので、いいのもありましたので、それも紹介していきたいなと思います。それがですね、こちら耐水撥水水陸両用ショートパンツになってるんですよ。色味の変化がないからパッて履いてもあんまり違いがわからないと思うんですけど、ちょっと履いてみますね。こちらパッて見てもらった感じわかるかもしれないですけど、さっきより丈ちょっと短めなんですよ。で丈短めでこの感じで水陸揚々といえば、皆さんあれを思い浮かべるじゃないですか、このパタゴニアのバギーズショーツ、ロングじゃなくてバギーズショーツの方思い浮かべると思うんですね。でこれパッて合わせてみたんですよ、
全く一緒。ベルトのウエストのこのゴムの違いだけ、ゴムだけちょっとパタゴニアのショーツの方がきついんですよ。ギュッてきつなってるけども、ここの股下のこの縫い目のところからの丈の長さであったりだとか、この横幅とかであったり、全く一緒なんですよ。これまさかですよ、パターンはパクってはないと思うんやけども、なんかしら似てくるんでしょうね。なんでか知らんけど似てくるやと思うんですけども、たまたまかもしれないけど、ぴったり一緒でした。もう1ミリの狂いもないぐらい、こっからここの長さ一緒。これ完璧なサイズってやっぱどこのブランドも似てくるんかなって思ったりもするし、まさか真似はしてないよななんて思ったりもするんですけども、それぐらいもうバギーズショーツやと思って履いてもらってもいいぐらいになってます。まあ、今回 L で履いてるんですけど、 L サイズで履いてるにしては少し短く感じるじゃないですか。だからこれが多分大きいんですよ。さっきのシャリテックの方がちょっとゆったりしてるから、1個サイズ下げてもいいかなって。普段 L パンツが多いんやったら、まあ、M でもいいかなと思うんですけど、まあ、これに関しては普段のサイズ通りでいいかなと思います。まあ、普段パンツ L が多いんやったらもう全然大丈夫やと思うんですけど、サイズをね、僕 M でも履いてないけど、 M で履くとちょっと短かったんですよ。だから、あ、結構これ短いなと思って、 L にしたら、あ、いつも通りのサイズやと思ったんで、 L サイズがねいいかなと思います。で、これ正直言うと、もうパタゴニアのバギーズショーツの介護感なんですよ。はっきり言うけど、もう介護感で、値段が1500円なんですね。機能は何があるんかって言ったら、全く一緒なんですよ。全く一緒。こんなレビューしてるやついてます？これね、パタゴニアのバギーショーツね、全く一緒なんですよって、そんなレビューしてるやついてないから、世の中に。だけど一緒なんですよ。だからもう介護官やと思っていただいて大丈夫です。っていうのも、なんで一緒なんかっていうと、まずそもそも、水陸両用、あ、一緒じゃないですか。あ、共通で見ていきましょう。一緒ですよね。次、洗濯が簡単にできる。洗濯表示見てもらったら分かるんですけど、高温とかじゃなくて、普通に洗濯であれば大丈夫ですよ。40度以下であれば大丈夫ですよって書いてあるから、もうそれもほぼほぼ一緒。で、それでいて、ポリエステルを使ってるから乾きが早い。だから旅行とかにも持っていける。その次に共通点としては、カラーが豊富。もうこの段階でバギーズショーツなんですよ。マークマンのバギーズショーツと思ってもらったらいいかなと思います。シャリテックの方は、正直ね、公式サイト見てもレビューあんまりなかったんですよ。だから、まあ確かにこれは、ちょっと人選ぶやろうなとか、まあ、ルームウェアとしてはいいけども、レビュー書く人も少ないのも確かに、値段が安いからいいとかっていうわけじゃないなって感じだけど、こっちの水陸両用の方に関しては、レビューもね、何個かついてたんですけど、それパッて見た時に、女性の方もね、履いてはる方がいらっしゃるみたいなんですけど、女性の方が履くと、やっぱ骨盤のところが、こうやっぱりちょっと男性用に作られてるから、男性って基本的にストーンと落ちるので、女性の方はこの骨盤がきつい、こういう風な形になってないので、まあ、きつかったみたいなことはあったんですけど、それ以外に関しては多分不満点ってあんまないと思うんですよ。普通にメンズの人が履く分に、水陸両用で水辺とか、あとはまあそのカバーとか海とか、そういうところで使う、プールとかで使う分に何の問題もないかなと思いますし、あと、まあワークマンのね、技術がすごいなと思うのが、最近ね、こういった撥水の機能とかっていうのが、この50回洗濯しても水を弾くってあるじゃないですか。で、これってね、撥水のコーティングの強度を表すんですよ。他にはどんなんがあるかというと、50回じゃなくて、例えば10回とか20回とかがあったりするんですけど、50ってじゃあ相場より多いのって言ったらめちゃくちゃ多いんですよ。だから50回洗っても洗濯しても撥水が続くんだね。でも逆を言うと、加工なので、撥水って洗濯すればするほどやっぱ加工の力はなくなってくるので、まあこの辺は仕方ないと思うんですけど、もうバギーズショーツもそうじゃないですか。ずっと洗ってたりしたらもう撥水がせんくなってくるんやけど、まあそこで困った時には、いつも言ってるね、ニクワックス、撥水のスプレーかけてあげれば、それは撥水もつくし、別にこのショーツに撥水求めてへんじゃないですか。だから、まあ、それも別にいらんかなと思うんやけども、まあ、そういう感じです。で、おすすめの人としては、まあ、何がおすすめっていうと、パッて見てもらったら分かる通り、結構ロゴとかがないから、シンプルで履けやすいし、僕あんまパタゴニアのロゴ好きじゃないんですよ。だから、こう、ロゴ全開で履くっていうのが好きじゃないので、まあ、無地がいいっていう人なんかはね、いいかなと思います。ただ、一個気になるところが、ケツのポケット。このケツポケットが、なんかちょっとなんていうの、この、小学生みたいなポケットしてるんですよ。こういう風に入れれるんですけど、ここになんかメッシュみたいなのついてて、ポケットの形が上から生地を貼っつけてるんですね。上から生地を貼っつけてて、すいませんね、おじさんのケツ見せて。他とかっていうのは、こういうポケットが内側にある。だからここに点線ないですよね。縫い目の点線がないんですけど、これに関してはこの点線っていうか、まあ、縫い目を上から、生地を上からパンって貼り付けてるだけの、まあ、ポケットなんで、こういう部分ってちょっと子供っぽいじゃないですか。で、普通ってこういう風に中に入っていくポケットなんで、まあ、そういったところの縫製の手間とかも多分削減されてるから、この値段1500円っていうのが再現できてると思うんですけど、ケツポケットこれいらんよねっていう、これなかったらいいのになと思うんだけど、まあ、これはちょっとまあ、デザインなんかね、ちょっと分からへんねんけども、まあ、そういった形でありました。ちょっとね、僕自身も今月末に、この動画見ていただいてる頃にはちょっと海外に行ってるんですよ。その時にね、このショーツ履いてみようと思って、これ一回持っていこうと思ってます。もしこれがめっちゃ使い勝手よかったら、ほんまに夏のショーツ三種の神器って言って、
ファミリーマートのショーツ、ワークマンのこのショーツ、あともう一個は何か分からへんけども、なんかそういう風に言えるんちゃうかなと思って、一回持って行って履いてみようかなとは思ってるんですけど、まあ、使ってみる中で、うわこれ微妙やなっていうところがあればね、共有はさせていただきたいと思うんですけど、今現段階では例えばこういうポケットなんかもう鍵がちょっと引っかかりにくい、こういう素材が使われてたりするし、まあ、無地でシンプルでいいし、まあいいんじゃないかなと思います。ちょっとまあ靴がこういういかにもアウトドアっぽい他オネオネのサンダルとか履いていくと多分もっとアウトドアっぽくはなると思うんですけど、まあこういった感じで履くっていうのも全然いいと思いますし、まあこのねバリーショーツの丈感ってもう完成されてるから、もうまあコーディネートとしてはまあまあもういけるじゃないですか。だからねこのあたりいいんちゃうかなと思ってまあ購入をしてきました。まあなので今回ねあのおすすめのパンツとしてはこの水陸両用のパンツ、まあこれ買ってちょっと正直僕は微妙やったなっていうのがこのシャリテックのパンツが、まあ、正直僕は微妙やったなと思うので、どうしても部屋着が欲しいっていう人はいいと思うんですけど、まあ、部屋着はこれを使い古してボロボロになったらこれ部屋着でいいやんっていうのもね発想としてはいいかなと思います。で、ただライナーついてますけどね、これライナーいらんっていう人もいてるからほんまにバギーズショーツなんですよ。だから良くも悪くもバギーズショーツです、それ以上でもそれ以下でもないですっていう感じになってますので、まあ、この夏ショーツやったらもうワークマンはこれちゃうかなと思ってますので、もしよかったらお近くでね、まあ、見てもらって、あ、タクトゥーってのこれかみたいな、確かにポケットちょっとこれダサいなとか、これ履いてみたらシルエットは綺麗な、まさかバギーズショーツにそっくりやなと思ってもらって、履いてもらっていいんじゃないかなということで、本日ですね、ワークマンの買ってはいけないショーツと超絶おすすめパンツを紹介してみたって動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。